さんこんにちは、しもりーです。はい、ということで本日のドゥガなんですけれども、昨日のガチャに引き続きまして、今回もガチャ動画引いていきたいなと思うんですけども、ぜひとも昨日のガチャ動画まだ見てねえよっていう方、ぜひともそちら見に行っていただきますね。めっちゃ面白い引きしておりますので、ぜひともそちらのね、ガチャ動画見ていただいてから、こちらのガチャ動画見ていただいた方がね、いいかなと思います。よろしくお願いいたします。グレードアップスカウト。はい、ということで今回のですね、ガチャはですね、昨日ですね、こちらのパワープロの引きねので、こちらの福袋引き終わりましたので、今回はですね、グレードアップスカウト、こちらの方引いていきたいなと、まあ思うんですけれども、このセレクトスカウトですね、まあ個人的に本当に欲しい選手いる方はですね、まあ引いてもいいんじゃないかなと、まあ思ってはいるんですけども、まあこのスピリング前でヤクルトだったら、例えばヤフレ投手ですね、まあ最近出たんで、まだね限界突破進んでないと思うんで、そういう方どうしても欲しいという方はですね、引いてもいいと思うんですけども、正直ハイ課金者のみにおすすめしたいガチャかなと思っておりますので、今回私はこちらグレードアップスカート引いていこうかなというところで、まあ新選手ですね、まあ野手と先発追加になったということで、昨日野手紹介いたしましたので、今回は投手を紹介していきたいなと思います。はい、では選手見ていきましょう。阪神西投手ですね。制球82の制球型で、球種的にはですね、まあランク戦ではそこまでね強くないかなっていう気がするんですけども、まあ大会ルールだったらね、ワンチャンここね参るかなっていう、球種持っております。特能キレコントロール対左打者ということで、特能自体も悪くないですし、球種もですね、大会では結構活躍できるということで、まあ阪神純正は持っておいていいかなと思います。続きまして広島ハッチ投手ですね。971の球威型、球種がストレート、カットボール、チェンジアップ、通信ファーストということで、このチェンジアップ多分ですね、フォークみたいな、スプリットみたいなチェンジアップだと思うんですけども、ちょっとわかる方コメントお願いしますということで、特殊能力、緩急、打たれ強さ、キレということで、特殊能力がそこまで強くないということで、まあ、使うなら広島純正だけかなとは思います。続きまして DeNA 石田投手ですね、975の球威型、で、球種的にですね、まあ、スラカットは持ってるんですけども、球速そこまでは速くないんで、ちょっと大会では打たれるかなと。特の緩急切れ援護ということで、こちらも特殊力そこまで強くないので、まあ、使うなら純正だけかなと思います。続きまして巨人赤星投手ですね。制球75の制球型、まあ、球種は多いんですけども、まあ、通信持ってないですし、まあ、スラカットの変化量もちょっと似てるので、まあ、そこまで強くないかなと。特の超グランドボールは切れコントロールということで、特殊力が結構強いんですけども、まあ、球種的には正直ですね、まあ、リアタイ向きではないです。続きましてヤクルト吉村投手ですね。制球スタメンは74の B 同士で、球種的にですね、まあ、スラカット持っておりますし、まあ、フォーク縦スラ持っているんですけども、ここツーシームですね、シンキングファーストが通信ファーストだったら結構強いかなと思います。特殊力、安定感、切れ伸びということで、まあ、特のそこまでは悪くないということで、まあ、純正なら使ってもいいかなという投手でございます。続きまして中日梅津投手ですね。974の球威型で、球種ですね、こちらもスラカット持ってるんですけども、ここにツーシームがあったら結構リアタイ向きだったかなと思います。特殊力、奪三振、キレ、打たれ強さということで、まあ、そこまでリアタイ向きではないということで、まあ、こちらも使うなら純正のみでいいかなと思います。続きましてオリックス曽谷投手ですね。974の球威型で、球種ですね、まあ、ここから正直言ってリアタイ向きではないです。特能超グランドボールはキレ援護ということで、まあ、特殊力自体悪くないということで、こちらも純正だったら使ってもいいピッチャーかなと思います。続きましてロッテ西野投手ですね。球威制球スタミナ75の全同値、全 B 同値でございます。球種ですね、まあ、多くはあるんですけれども、正直リアタイ向きではないかなと思います。特能キレ伸び安定感ということで、特殊力自体悪くないということで、こちらも純正だったらですね、まあ、使ってみても面白いかなと思います。続きましてソフトバンクスチュアートジュニア投手ですね。976の球威型、球種ですね、まあ、そこまでリアタイ向きではないかなっていう気がするんですけども、球速速いので、ストレートとパワーカーブでゴリゴリに押せるピッチャーかなとは思います。特殊力、超豪速球、キレ伸びということで、こちらの特殊力、玄関強度はかなり強いというところで、まあ、山下俊平太投手みたいにですね、マジでストレートとパワーカーブでですね、結構押せるピッチャーかなとは思うので、まあ、純正だったら結構使ってみても面白いかなと思います。続きまして楽天内投手ですね。975の球威型、球種ですね、ツーシームスプリット持ってるということで、しかもナックルカーブ持ってますし、スライダー、2種スライダー持ってる、ちょっと面白いピッチャーかなと思います。特殊力、伸び、打たれ強さ、キレということで、特殊能力も悪くないので、まあ球種、特殊力含めてですね、こちら純正でも結構使えますし、リアタイ結構使えるピッチャーかなとは思います。続きまして西武松本投手ですね。976の球威型、球種は多いんですけども、ここにね、ツーシームがあったら結構面白かったかなと
思うピッチャーでございます。特殊能力伸びきれ大ピンチということで、特殊能力がクソ強いので、こちらもですね、純正なら結構使ってもいいかなと思うんですけども、12球団ガチオダはちょっと厳しいかなと思います。ラスト日本ハム金村投手ですね。球威制球スタミナ74、全動値全ビード値ですね。球種ですね、かなり多いですし、スラカット持っています。ここもですね、ツーシームあったら、シンキングじゃなくツーシームだったら結構面白かったかなと思います。特殊能力奪三振キレ対右打者ということで、まあ正直そこまでですね、特殊能力強くないので、まあ球種でね押せるかなっていう気もしないでもないんですけど、まあ純正だけかなとは思います。はい、ということで選手見てたんですけども、今回ですね、まあグレードアップスカウト引いていくということで、 S ランクが出たら自チーム確率 50%、 そしてですね、 S ランク新選手1人確定ということで、この新選手はですね、この24選手、この野手先発含めてですね、まあ出るっていう感じなんですけども、まあ自チーム 50% でですね、この西川歩選手もしくはですね吉村投手が出るということで、まあ実質 25% 吉村西川ガチャという感じなんですけども、個人的にはですね、吉村選手よりも、西川歩選手がめちゃくちゃ惜しいので、最後のグレードではですね、ぜひとも西川選手頼みますということで、早速、グレードアップスカート引いていきたいなと思うんですけども、まあ、正直このセレクトスカートはですね、個人的に結構ね、まあ、S ランクで引くのはちょっと闇かなと、結構確率低いかなというので、まあ、グレードアップスカートをおすすめしたいなという感じではあるんですけども、まあ、どっちかっていうと、まあ、引かなくていいかなと思いますね。今回のね、更新だったら、まあ、福袋だけ、まあ、引けばいいかなという気はしますので、このグレードアップもセレクトも引かなくていいかなという気はするんですけれども、西川歩き引いていきたいなと思います。よろしくお願いします。いきます。はい、ということで。まあ、グレード1、2、3くらいは多分出ないとは思うので、まあ、飛んでたら出てなかったということで、もしかしたら飛ばしないかもしれないんですけども、まあ、一応喋りながらやっていきたいなということで、まあ、今回ですね、 A ランク自チーム枠でヤフーレ投手も欲しいなということで、まあ、ヤフーレガチャでもあるって感じです。はい、来ないです。はい、はい、ということでグレード2引いていきたいなと思います。こちらもただの20連です。いきましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。ヤフーレガチャ欲しい。ヤフーレランク、ヤフーレの A ランクガチャ欲しいんで、マジでお願い。グレード6とかグレード5くらいでヤフーで出てくれたらめっちゃナイスって感じで、まあさすがにここまで当たんないでしょということで、はい、飛ばします。はい、ということでグレード3引いていきたいなと思います。いきましょう。パー、頼む。ここで A ランクでもいい。 A ランクでも自チームワークでヤフーで来い。調子くん、 A ランクでもね、自チームワークしてくれたらめっちゃでかいんで、マジ頼む、マジ頼む、 A ランク頼む、来い。うーん、来ないです。はい、はい、来ないです。はい、ポン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 。はい、ということでグレード4でございます。ここら辺で引くのが俺です。よろしくお願いします。いきましょう。はい、ということで、まあ、これ昨日のガチャ動画から連続で撮ってるんですけども、昨日のガチャ動画でかなり神引きしたんで、その流れを今回のこのグレードアップスカートでますね、引き継いでると思いますので、ここら辺で引いていきたいなということで、ヤフレ頼む。こういうランク来た。ヤフレヤフレヤフレ、マジ頼む。自治マークで来い、自治マークで来い。ヤフレ頼む。でかい。A ランク確定じゃないと思うんで、多分ここヤフーレ来たら激アツ、ガチ激アツ、マジ発狂もん。ここでヤフーレ来たら、さあこれヤフーレ、粘れ、くーが惜しい。おい。はい、ということで続きましてグレード5ですね。さっきのグレード4で A ランク確定でもないのに、まさかの A ランク2枚引きナイスということで、まあヤフーレ行きましょう。ここら辺出てくる。行きます、行きます、行きます。はい、このね、 A ランク以上の自チーム選手1人確定。ここでヤフーレ頼む。24分の1ですね。調子くん、24分の1でヤフーレです。いきましょう、頼む。まあまあまあ S ランクはまあいっちゃいいんで、 S ランクでも西川春樹選手もしくはヤフーレが欲しいです。はい、いきましょう。ヤフーレ頼む。いやいやいや、もうヤフーレが引ければいいんで、うん、マジで24分の1、23分の1くらいでね、ヤフーレ来るんで、マジ頼む。ヤフーレ行こう、頼むよ、行こう、気合い入れたヤフーレ。くー。はい、では続きましてグレード6ですね。マジ頼む。 A ランク以上の自チーム選手2人勝って、ここでヤフーレ、ヤフーレ、ヤフーレ、ヤフーレ頼みますということで、行きましょう。行きます、お願いします。頼む、来い。ヤフーレ、ヤフーレ、ヤフーレ、ヤフーレ頼む。 S じゃなくていいんで、全然調子くん、 S はね別に出なくてもいいんで、マジヤフーレ頼む。ほんとヤフーレ頼む。いいよいいよいいよ、ヤフーレ、ヤフーレ来たらガチ激アツ、クソ神引き。そしたらいいよいいよ、まあまあまあいい、さあこれ、あ、いや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 、ヤフーレ、ヤフーレ、ここヤフーレ、ヤフーレ来たらクソ神引きなんで、個人的にはクソ神引き、ここかましましょう。頼む、最高。まあまあここら辺はまあいいでしょ、ここら辺はいいでしょ。
うわ、いいよ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 、こっからです。最後やぶれ、いや押すな、やぶれ、こいつ。はい、ということで来ましたグレート7 S ランク新選手1人確定ということで、一応24選手ですね。投手野手出ますけれども、この 25% のこの西川春樹、ここ引いていきたいなと思いますよ。自チーム確定です、マジよろしくお願いしますということで、ここね西川選手引けなくても今回はねこのね、グレード7一回りで終わっていきたいなと思います。ぜひとも神引きよろしくお願いいたしますということで、お願いします。西川春樹選手がマジで欲しいです。よろしくお願いします。 25% です、引きます、それが俺。はい、よろしく。いいよー、まあ2枚引きとかいらないんで、西川頼む。調子くー、フリブー、自チーム確定ではなかったね今。まあ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 いいでしょう、まあまあまあいいです、自チーム確定マジ頼む。これ 25% 引けなかったら、まあねここ吉村投手まだいいんですけども、もうヤクルトじゃないっていうパターンが一番萎えるんで、来い頼む、自チーム確定、来い来い来い、頼む頼むから、お願い。なえるんだけどこれ、クソなえなんだけど、まだ諦めない、最後まで諦めない俺は。2枚浜田選手か、ここで西川選手欲しかったな、マジで。まあ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 、自チームは引いたけど、2枚引きはまあいらないっちゃいらないんだけども、だったらヤフレ頼むという感じなんで、ここで西川引き、マジ頼みます、お願いします、コナミさんということで、こちら引いて終わりたいと思います。ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、西川選手は結構強いです、ちなみにということで、いきます、よろしくお願いします、来い。